リーユへの伝統にはその随所に複雑なしきたりが見られる。いかに博識な学者であっても真に理解している者はいないだろう。だが北条堂の格系勝利というものはこれらしきたりに精通している。歴史が長く煩雑な操船儀式は司祭な伝統が失われつつあるが、それを勝利は漏らすことなく整えてしまう。若く見えるが、こうも古き伝統への造形が深いとは。彼の経歴は名誉だ。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。岩の力に特化した勝利は岩元素からなる創造物により味方に強固な盾を付与する。また同時に優れた戦闘技術も兼ね備えた頼もしい人物だ。凡庸な白鉄鋼であろうとも饒舌に語ることができる。彼の選ぶ鉱石は常に合理的に使用されることだろう。鉱石の扱いに長けた勝利が長江武器を鍛造するとき、鉱石の一部が変換される。通常攻撃は槍による最大6段の物理攻撃だ。長押しするとスタミナを消費することで前方へと失くしつつ雨のような岩槍を落とし高い物理ダメージを与える。元素スキルを押すと大地に宿る岩元素を集結させ岩柱を生成する。岩柱は範囲内の敵に岩ダメージを与える。また場にある間は周囲の岩創造物と共鳴し岩元素の持続ダメージを与える。この岩柱に元素を持つ敵を引きつければ岩ダメージによる結晶反応により元素シールドを獲得でき生存力が上がる。また攻撃を防いだり足場としても利用可能だ。元素スキルを長押しすると付近の岩元素を爆発させ岩ダメージとともに玉晶シールドを貼る。玉晶シールドのダメージ吸収量は勝利の HP 上限に比例し岩ダメージであればより多く吸収できる。周囲に岩元素を持つターゲットがいるとき最大2体までを対象とし岩元素を消耗させる。ダメージこそないものの岩元素の装甲と鉱物を破壊可能だ。天賦岩の診断を解放すると玉晶シールドの吸収量がさらに増す。天道ここにある。勝利が巨大な隕石を落とし範囲内の敵に高い岩ダメージを与えるとともに石化させ身動きを封じる。天賦贅沢な食栓を解放後は勝利の HP 上限に比例した追加ダメージが発生する。勝利は常に威厳に満ち余裕を崩さない。戦場に悠々と立つ彼は攻撃と援護を兼ね備えた傑物だ。戦いの開始とともに眼中を召喚し敵をその周囲へと集めて優位な場を作り出そう。その後玉晶シールドで体勢を盤石なものとし通常攻撃と銃撃を駆使しつつダメージを与える。機が熟したら元素爆発により隕石を落とし敵を殲滅するといい。リーユエが暗雲に覆われ人々の心が浮き足立つ中、勝利は操船儀式の主催者として準備を淡々と進めた。そして情勢が揺れ動いてもなお悠々自適に茶を飲み芝居を楽しむ実に奇怪な人物だ。リーユエ全土を揺るがす編曲は彼にとっては対岸の火事なのか、それとも裏で何か行動を起こしているのだろうか。
答えを得るにはいささか時間がかかりそうだ。だがまあいい、俺には時間がある。